スタニスワフ・マルチン・ウラムは、アメリカ合衆国の数学者、ポーランド出身。数学の多くの分野に貢献しており、また、水爆の気候の発案者としてその名を残している。ルブフのユダヤ人家庭に生まれ、リビウ工科大学にて、カジミエシ・クラドフスキとステファン・バナフに数学を学ぶ。在学中は、バナフと共同で、速度論に関する研究を行い、1933年に、 博士号を取得。1935年には、ジョン・フォン・ノイマンに招かれて、プリンストン高等研究所を訪れる。1938年には、ハーバード大学を訪れ、1939年に、再び、ポーランドに戻るが、第二次世界大戦前夜に、ポーランドを兄弟と共に脱出する。残りの家族はホロコーストで亡くなったとされる。1940年、 ウィスコンシン大学助教授に就任。1943年からは、フォンノイマンの招きで、原爆開発のためのマンハッタイ計画に参加。戦後も引き続き、ロスアラモス国立研究所にて、水爆開発に携わり、エドワード・テラーと共に、水爆を爆発させるための基本機構を総案。これは、現在、テラーイコールラムハイチと呼ばれている。また、 核爆発を宇宙ロケットの推進力に利用しようとするオリオン計画も彼の発案によるものである。1965年以降はコロラド大学教授を務め、没するまでその地位にあった。200-200のウラムのラセンドス・アラモス国立研究所の ID カード、ウラムの業績は集合論、速度論、トポロジー、エルゴードリ論等多岐にわたっている。モンテカルロ法の考案。 コラッツの問題の研究、W ・リコンストラクション・コンジェクチャーの研究、セルオートマトンの分野の創始、自然数を渦巻き状に並べた、サイの素数のパターン、ウラムの螺旋の発見、などがある。かつて、親友である数学者、ジョン・フォン・ロイマンの科学的人生を本にしようと、企てていた。アメリカに来て、下宿を始めた当初、英語はすでに学んでいたものの、 最初のうちはそこに住んでいる人たちの会話が全く理解できなかったという。しかし、一週間後にはわかるようになった。本人曰く、これは言語のことばかりでなく、数学にも共通する経験である。すなわち、不連続な過程である。はじめは何もわからないが、突如としてそのコツが飲み込めるのである。病的と言っていいほど試験が嫌いであった。しかし、 独創的論文を書いていたので、教授たちは寛大であった。話をしたり聞いたりする方が、読むことよりも容易で、しかも楽しく学習する方法であると考えていた。何かのやり方を説明した印刷物は心理的に我慢できないと述べている。言葉を習得するとき、耳よりも文法の規則による方を好む人がいる。これは数学にも当てはまる。 ある人は文法によって習得し、ある人は空気を通して耳から習得する。私は空気を通して耳から数学を習得した。自伝、アドベンチャーズ・オブ・エイ・マシュマティションがある。ありがとうございます。